プロ野球、タイブレイク来季導入検討へ。大リーグでは延長10回から、無四二塁で始める特別ルールとして20年から実施。より勝敗が決しやすく、選手の負担軽減や試合時間短縮にもつながっており、導入されれば画期的な制度変更となる。スクロットとタイブレイク導入するとしたらどちらの方がいいんだ？比較対象にならないくらい、スクロックは終わってる。タイブレイクなんて採用したら後ろで投げる投手が死ぬぞ。立浪政権でタイブレイクなんか導入されたらリーグナンバーワンのリリーフ陣が一年でぶっ壊れる。近年の試合時間の時短を押す中でこの話題は個人的にいいとは思うが、もっと話すべき課題があるだろ。ぶっちゃけ現状の12回しかない延長はつまらんのでタイブレイクは賛成、それよりももっと飛ぶ球にしてほしいが。てかそもそも時間省略目指しても乱打戦だと長くなるし、タイブレイクでボコボコ打ち合ったらそれこそ成績も狂うし、マジでいいことなくね。飛ばないボールにしただけじゃ飽き足らず、タイブレイク導入とかマジで興行の利益しか考えてないのな。時短したら野球人気出るのか。中日の試合とかピッチクロックなくても時短しまくってるけど全然面白くないよ。そもそも引き分けルールのある日本に必要なルールとは思えない。導入するとしても白黒はっきりつけた方が良いであろう。 CS とか日尻だけで十分や。ひりつくような延長戦好むのなんてうちらくらいなのかもしれない。個人成績の扱いが難しくなるのが第一の問題よな。コロナ災いの時の延長10回まででいいやん。12回までやって結局点入らずに引き分け終了なんてのが多いし、正直思んないから個人的には賛成。引き分けなんて不毛なだけだから大いに賛成だわ。送りバントスクイズで取るのか、ヒッティングだけするのかとか、各チームの戦略も見れるし絶対面白い。タイブレイクはまあ別にどっちでもいいや。ピッチクロックはあの秒数のまま持ってこないでほしいけど。時短言うなら9回引き分けでいいよ。